ックス、ローズ。チェルナボーグとガストン一緒に狙えるガチャってやばすぎない？それてかさ、邪魔れが空気みたいになっちゃったな。邪魔れ昔めちゃ、はい、強かったんだけど、強かったというか、まあマリウスが出る前まではマレ系最強って言われてたのに、はい、全ては2022年だね。2022年で大きく変わりすぎたな。はい、オッケー、はい、よし、マジまたじゃん、また邪魔れかよって思われてるのかな。やばい、やばいね。まあでもこれがインフレかな。はい、ちょっと待ってね。はい、天井景色気持ちいいでしょ。これね、うまくいってるね、このプレー。天井消しってあんまり成功しない時も多いんだけど、このプレーすごいうまくいってる。天井消しが、で天井消しがうまくいくと、あの十字消去の発動できる率も上がるんで。ああ今みたいに天井消しがうまくいかない時もある。あ、やば。はい、邪魔れ効率30位くらいかな。はい、一応効率がね、うん、コイン効率あんま良くないね、邪魔れは。あのロングショートっていう、ロングチェーンとショートチェーン混ぜたやり方があるんだけど、それ使うとね、多少はね効率伸びるんだけど、それでもちょっとって感じ。はい、はい、もう僕だったら邪魔れで一攫千金して稼ぐっていうやり方で稼ぐかな。邪魔れをもし普段使いするんだったら、もう1プレイ10万コインくらいまで稼いで、でそれを繰り返すみたいな。で51倍が来たらめっちゃコイン稼げるからラッキーみたいな。はい、一攫千金積むとして使う。よし、あ、ローズね、効率再検証したんだよね。僕まだ動画にしてないかもしれない。したんすよ。そしたらね、伸びた伸びた。でもね、ガストンと同じくらいになったね。4回消しの。はい。あ、やべ。ハート効率ランキング、まあ、ハート効率ランキングってあれ、え、待って、51倍やった、え、マジで。え、51倍来たんだけど。やば、これで2万コインってたら。え。やった、90万コイン、やば、ローズで51倍初。やった、え、てかさっき21倍来たばっかなんだけど。やばくない、マジで。やばすぎ。あ、待って、スクショ撮るの忘れた。わー、スクショ撮ればよかった。マジか。うわー、待って、これ、うわー、めっちゃもったいないことしちゃった。
くそー、90 1プレイ90万コインってやばくない？え、てか最近高倍率聞いてくない？また何コインバグじゃないよね、まさか。まさかだけど僕だけ倍率バグ来てる、やば。ちょ、切り抜きするわこれは。ちょっとやった、やばい。1プレイ90万コインだって。あ、ミザさんありがとう、ありがとうございます。ローズリクエストしてくれたおかげで。やば、ちょっと手震えてるんだけど。初かもしれない僕、ローズで51倍来たの。本日もご視聴本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかを分かりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。